皆さんこんにちは、今からですねセッティングと題しまして45分間 のデモンストレーションを行いたいと思います。私はネイティンカの代表の清原と申します。よろしくお願いします。ですね、このセッティングのコーナーの目的なんですけれども、これは現在非常に流行しているさまざまなオーディオアクセサリー、そういうものを使って、オーディオの音がどのように変わっていくかっていうのをご体験いただこうという時間帯です。まず最初にですね、今月発売になるエアボーの新製品の CD プレイヤー SA15S1 マスター、25万円の CD プレイヤーと、PM15S1 マスター、23万円のプリメインアンプで、スピーカーにはこのソナスパベルのエリプサっていう260枚の、かなり高価なスピーカーを使いまして、比較的中堅ぐらいのですね、この CD プレイヤーとプリメインアンプでこの高価なスピーカーをこう鳴らしていくんですけれども、ケーブルとかそういうものを変えていくとどのようにグレードが変わっていくかということをご体験いただこうと思います。まずつないでるケーブルなんですけど、スピーカーケーブルはベルデンのスタジオ497、オレンジ色とこの黒のよじれた、結構マニアの間では定評のあるケーブルで、大体1メーターあたり700円から1000円ぐらいで販売されているようなものです。CD とプリメインアンプをつないでいるのもベルデンの、これはマイクケーブルを加工して自作したもので、大体市販品では1万円くらいのケーブルに相当するものではないかなと思います。でアンプの電源ケーブルなんですけれども、これはメーカー の付属でついてくるものをそのまま使っています。CD プレイヤーの電源ケーブルはAirGO の18000の CPSCLH2 というものをつないでいます。で電源ケーブルの交換に関してはアンプのみの交換というふうにしています。じゃまずスピーカーケーブルの交換による音質の違いからご確認いただこうと思います。